はい、マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、新マスクラマスオのマインクラフトパート35やっていきたいと思います。まだパート1からパート34見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、そちらからチェックしてみてください。はい、ということでね、まず前回のおさらいからしていきましょう。前回はですね、拠点からこのジャングルを探して旅をしてきました。で、ようやく発見したこのジャングルなんですが、拠点からね、めちゃくちゃ遠いんですよ。で、またね、このジャングルに行きたいなって思うこと多分あると思うので、それだったらと思ってネザーゲートをね、作って、ネザーゲート経由で帰れるようになれば、かなりね、拠点からもこのジャングルが来やすくなるんじゃないかなと思いまして、まあね、下の方に穴を掘って穴を掘って穴を掘りまくって、ちょっと穴見当たんないですけどね、穴掘りまくって溶岩を発見して、で、それで黒曜石をゲットして、なんとかここにネザーゲートを建てたというところがね、前回でございます。はい、果たしてこのね、ネザーゲートを経由してちゃんと帰れるのか、今回やっていきたいと思います。で、さすがにね、ネザー行くの怖いんで、ちょっとここのね、あの僕の貴重なアイテム類はとりあえずここに置いていきたいと思います。では行きましょう、スタート。おお、出ましたね。で、ちょっと怖い声が聞こえるんですけど、ネザーの1マスは普通の世界の8マスあります。ですんで、これだけでもかなりね、こうやってちょっと、おこれはさ、あれじゃない？ちょっとやばいな、これ。この敵との戦いは、ちょっと、待って。え？このさ、あれだったっけ？ウィザースケルトンってこんな出るんだったっけ？仕様。めっちゃ出てんだけど。ちょっと待って。あ、危ない。やべえ。ウィザースケルトンのガイホス頭、普通にゲットしちゃったんだけど。めっちゃレアやん、これ。で、もしかしてこれあれじゃね、これ僕がさ探検したところじゃないですかね、もしかして。よし、いて、やっべ、ピザ食らっちゃった。いてめっちゃ食らってる。やばい、これ HP が危ない。ちょ待って、これさ、俺これ、普通にこれはこれで取りたいんだけど、ちょっと待ってね、こっちから進んでいきましょうか。おめっちゃいるけど、ウィザースケルトンってこんな出る？これ俺行ったところじゃないのかな、また別スケルトンですね。でも地形を生成って出たからさ、また全然違うところから、もしかして。やべ、よし。ウィザースケルトンってあんな出てたっけ？なんか違うような気がする。いや、運いいんだけどさ、めちゃくちゃ運いいんだけどさ、今別にネザー要塞求めてねえんだけど。やべえ、これやばい、やばい。ちょっと、多分別だよね、これね。前とはまた。ちょっと、展開が予想外すぎるんだが。こんなことある？俺さ、てっきりさ、割と拠点のさ、家の近くのさ、あの、ネザー要塞だと思ってさ、やべ、超ラッキーって、危ない、やばい、危ない。超ラッキーって、今思いかけてたんだけどさ、多分これ全然違うところだよね。逆にむずいかな、このネザーで拠点探す方が。俺ちょっと手法間違えたかもしれない。いってー、よし、強いよー、落ちろ。よし、何度か倒せましたね。よし、ここも一応通れるようにしときまして。いや、拠点の位置が見当もつかない。全くもって。相当遠いのかな、もしかして。
マップ生成したってことは、これはやばいです。もしかしたらもう一つのゲートを見つけるのは割と奇跡的なことかもしれません。でもいざとなったらあれか、放送のさ、この位置見てそこに向かえば、まあなんとかいけないことはないのか。俺が元いたところはあれ、いやでもどっかのこの出口だったから元いたところも分かんなくなってきた。やばい、これ迷子だ。松明今回つけてくるの忘れたから、これはなかなかきつい展開になってきました。迷子、俺迷子、誰か迎え来てー。いや神がかりすぎるな展開、今回のマスオのマインクラフト。すっごいさ、俺割と薄い反応したじゃん。あ、ゲートだって。あれだからね、本当にこう、あ、家の近くのやつなんだって思っただけだからね。あ、一応こっち行けるな。いや、こんな出てたっけ？いや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 ！いや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 。2対1は卑怯でしょ。うって。あぶね、あぶね。いや、2対1はずるいっしょ。ずるいっしょ。いや、敵襲ってこないでよ、マジで。やばい、HP があと3つ。あぶねえ。で、こっちにも進める道があると。これ見つけるの神がかり的なんじゃないか、もしや。見つけたら指輪ゲット。そしてこのマグマの音が非常に怖いです。お、一応繋がってる。いや、ここまでか。ちょっとここ進んでみよう、なんとなく。で、これでおおーほー、これは非常に怖いところにまた出ましたね。さすがネザーって感じ。いやー、今回よかった、あの武器変えてきて。これやられたらマジでシャレになんないからね。よし、とりあえず違う入り口の方には来れたかな、これで。あ、来れた来れた。この辺り、ちょっとこの辺りに印つけとこう。印つけとくのが木しかないか。よし、こんな感じで印になってないかな、これ。よし、で、おー、これさっきのネザーのゲートのところだ。ネザーのゲートっていうか、ネザーのあれですね。なんだこの一つの溶岩は。これ要塞っすね。いやー、わからんよー、全然わかんないよー。ちょっと無理かもしれないな、これ。あっちにも要塞ってこんなあったっけ。あっちにも要塞ある。要塞ってこんなありましたっけ、マイクラ。なんか要塞の大安売りしてないかい、これ。あれはさっき俺が言ってた要塞とはまた違う要塞なんじゃないか。どうでしょうか、これさっきの要塞と繋がってんのかな。もしやうちと繋がってる要塞の可能性も捨てきれない。すごいんだけど、この要塞、大成立要塞。いや、こんな地形はなかった、僕が言ったよ。危ない危ない危ない。君と目が合った時は僕の最後だ、この武器ではな。もうちょっと探検してみよう。怖い音も聞こえますね。あっ、危ねえ。やばいですからね、今防具つけてないから、そのダメージ軽減がついてないんですよ。だから普通にやられる可能性が大いにある。こっちから来ましたね。あそこだ、あそこだ。じゃあちょっとここで位置だけ見よう。多分無理だから、俺これ見つけたら奇跡だもん。普通に位置だけ見ることにしまーす。今調べまーす、携帯携帯。50-50-0を目指せばいいな。てか0を目指せばいいみたいです。0、うん、全部0目指せば。っていうか、なんだここのカーテンは。あれ、俺今どっから来たんだっけ。0目指せばいけるっぽい。あれ、
あれ今どっから来たの？あれなんか分からなくなっちゃった。よく分かんないけど。あ、上に登ってきたのか。よしよし、こっちか。とりあえず一回そのジャングルのところまで、あそこやん、俺ゲート作ったの。まあ、ちょっとゲートまで戻りましょうか。一回000ぐらいで、ゲートがこちらになりますと。で、ゼロの方向に行くのでこちら側ですね。松明をつけながら行きましょうか。こういう感じでぽいぽい、こっち方向です。足りなくなるかもしれない。うわっ、弓矢、あ、矢あるな、戦えるな。ちょっといっぱい出てるな。ちょっとダメだな。はっ、うわっ、食らった、やべえ、俺やべえ、俺やばい、俺やばい。くそ、あいついい気になりやがってまして。ほら、イエーイ。まだいるのか、お前も。あー、外しちゃった、やべ、もう指輪があんまりないんだ。はっ、よし、はっ、くそ、逃げろ。ゼロの方向、ゼロの方向、さすがにこれは厳しいですね、自力で探すのはね。いや結構遠いじゃん、対岸の方がいいじゃんこれ多分。ちょっと違うルートにします。こっちではなく、よし、こちら側ですね。こちら側から行きましょう。いやめっちゃ遠い、ゼロに近づいてますねこれね。よし、あ、めっちゃいいペースだよこれ。作業台を作って、ちょ、もったいないですけど今作れるのが鉄のつるはししかないので鉄のつるはしを作りましょうと。ほとんどね僕動いてないですからね。あので、これかな、もしかして。うわー、やめて、やめてくれ。あの拠点がもしかしたら僕の帰り道の拠点になるのかも、拠点っていうか、ね、要塞かもしれない。僕の家の近くもね要塞あったんで、もしかしたらねここかもしれないから。よし、お、やったー、ここは来たことがある拠点じゃなくて要塞だぞ、やったー。待て待て、で俺はいつも左側に松明をつけるから、いやー、やめて、無理やー、お前は武器持ってないんじゃこら。えい、や、よっしゃ、倒した、やったぜ。よし、こっちか、どっちだ、こっちかからの、どっちだ、違う、こっちだな。これは帰れるパティーンじゃないですか。お、おお、帰れた、これは嬉しい、パチッとな。そしてここをくぐると、イエーイ、やったぜー。いやー、ジャングルが、あんなに遠かったジャングルが一瞬で来れるよ。そして朝だよ。じゃあちょっとここでね、アイテムをいろいろ持ってって、まあその拠点まで、さっきのジャングルへの道のりをちょっと作りながら行きましょうか。わかんなくなっちゃうから、うん、次行けるかな、ジャングルへのルート。どうしよっかな、ジャングルへのルートどうやって作ったらわかりやすいかな。あ、やだ、お前置いてちゃうって、ブーちゃんやめてくれ、ブーちゃんせっかく入れたのに。あー、ブーちゃん出ちゃったよ。ブーちゃん、君は今は封印させて、なんで登れるんやい、気が売ってんのかい。あー、なんかめんどくさいことになっちゃった。あー、ブーちゃん
俺今ブーちゃんに構ってる時間っていうかブーちゃんに構ってる場合じゃないんだよ。せっかくだからネザっぽくしてやったぜ。あ、これでブーちゃん無理だろ。よし、ブーちゃん閉じ込め完了。拠点がネザーみたいになっちまった。くそー、この間スルッと抜けていくか、あいつ。で、ここで装備ですね。鉄の装備をゲットしましょう。でもってほいっとほいっとはい、これでね、だいぶ変わるでしょ。で、ウィザースケルトンの頭はもういらないからとりあえずここにいっとつけといて、これでだいぶ強くなりますよね。で、食べ物も大量に持っていきの、あとはブロックで道を作らなきゃいけないんですけど、そんなにないんですよね、ブロック自体が。あー、でも土でもいいのか。何ブロックで作るか、いろいろ持っていきながら作りましょうか。道分かればいいんで、いろいろ作りながらちょっとあっちへの行き方考えます。よし、行きましょう。ただこっちに戻ってくるのはできても、また行くのはできるのかどうか、それは割とまた別問題で難しいかもしれない。行けるかな。で、馬も連れてこなきゃいけないんで、そこを考えるとどうなんだろう、ちょっと難しいかもしれない。掘りながらしなきゃいけないから、釣れ橋もう一つ持ってくるべきだったかなとは思いますけど、まあ行けるでしょう。行きましょう、レッツゴー。で、こっから進んで、こう行って下に降りて、さらに進んで、なんとなく覚えてる限りですよ、進んでこっちだよな。このマグマゾーンを通って左に行った気がする。こっちか。あ、ここ通った気がする。下に行ったっけ、あれ、俺どんなところから来たっけ、全然わかんなくなっちゃった。あれ、どこだったっけ、上だったかな。あ、ここか。いや違うな、これは。あ、でもここ通ったな、上か。うそー、こういうの完全迷子って言うんだろうね。家まで戻ってきちゃった。俺アホすぎ。こう行ってこう行って、俺どっか掘ったんだよね。あ、ここだここだ、そうですね、ここですね、合ってました合ってました。ということで、ジャングルへの入り口はこの辺り適当に掘ってハーフブロックにしとこうか。ここジャングル、こうやっとけばアホでもわかるでしょ。で、ここがジャングルへの道で、整備しておきましょう、馬でも通れるように。でもだいぶ大きくしとかないと馬って通れないんじゃないかな。よしよしよし、これで掘っていきましょうかね。とりあえず2つ分ぐらいの広さを掘って、よし、さらに上もですね。いや、これはツルハシがやばいかもしれない。で、端っこのこのところ通るのは怖いね。これでこう道を、よしよし、で、これつけていきましょうか。まあ、わかるか。で、この途中の道のマグマとか消しながら行きましょう。よし、よし、これで OK でしょ。火も消します。で、道をこうね作って、わりかし近いかもしれない。で、ルートがね、こんな感じですね。お、近いじゃん、こう見ると。全然近いっすね。で、このマグマだけ怖いんで、ちゃんとどけておきましょう。これ怖いですからね、非常に。よし、危ない危ない危ない。よし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 、これ以上広がらないようにね、ちゃんとこういうところを設けておきましょう。こういうの大事だから。こういうのをね、バカにするとね、後でマジで引っかかりますからね。オッケー、わりかし近いね、こう考えるとね。じゃあちょっと行きましょうか。
馬通れるのかな、まずここ雨降ってる。で、一応ルートが分かったということなんで、アイテム持っていきましょう。で、いらないアイテムを預けて、ダイヤ一式装備変えましょう。もうやられないでしょっていうね、そういう意味で。で、よりやられないようにするために、ガチ装備、うん、これ大事だから、ほんとマジでここでやられたらシャレになんないからね。で、鉄装備はまたゲットできるとして、よし、これでオッケーでしょ。で、鉄は持ってって、地図とこれも必要で、こんな感じでいっか。カカオも必要か。とりあえずこれでいいですかね。で、黒曜石も一応持ってっときましょうか。こんな感じで、あ、ジャングルの葉っぱ、よし、これで向かいましょう。で、アイテム、ダークホースくんのためにもう少しアイテム、よし、これでご飯だけ食べて、ダークホースくんと共にゲートへ出発。え？あれなの？俺知らなかったんだけどさ、馬ってネザーいけないの？マジ？あ、行ったね。別々だったらいけるんだ。よし、ダークホースくんに乗って行きましょう。おー、早えなあ。でもソウルサンドをやるとやっぱ馬といえど遅くなるんだね、ソウルサンドの上は。で、うわっ、やばい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 、これやばい、どこ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 、うわー、やばい、あー、馬やばい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 、オッケー、逃げれた、危なかったー。よし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 、やばい、どっち、やや、や、うわー、やばい、ごめん、やべ、ごめん、燃えちゃった、やべ、ごめんよ、あまりにも君が足回りがいいもんでマグマ踏んじゃったね。お、やったやった、取れねえ、判定がわかんねえ、よっしゃー、これでいけるっしょ、せーの、おい、よし、やったー。あれ、皆さん皆さん気づきました？あのですね、ダークホースくんの HP が少なくなりました。こんなんだったっけ？速さは？速さは変わんないけど、HP がめちゃくちゃ少なくなった。こんなことあるの？よし。じゃあちょっとダークホースくんを置いて、よし。よし。ありがとうね。よし！ということで、まあね、なんとか、帰ってくることができました！なんとかね、まあ、ジャングルへ行く道が、あ、天気悪いけど、ジャングルへね、最短距離で行く道ができたので、これからね、マスオのマインクラフトの幅もさらに広がりそうではあるんですが、そこに行くまでの、こう、道と言いますか、それがね、まだあんまり整備できてないんで、これからね、土とかゲットしたら、うん、そういうのも取りに、あ、土じゃないな、レンガとか、そういうのを手に入れたらまた取りに行きたいなと思います。はい、ただまあ大満足、あんだけ近いところからねジャングル行けたら最高ですよね。はい、ということで今回はこちらで終わりたいと思います。素晴らしかったな。はい、ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。だんだんとアイテムが揃ってきました。ということで
もしこの動画がいいと思ってくださって皆さん、ぜひチャンネル登録とコメントとグッドボタンよろしくお願いします。ということで以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。